はい、どうもこちゃくれです。ジャッジアイズ実況をやっていきたいと思います。ということで、ジャッジアイズファンの皆様、明けましておめでとうございます。これがね、新年一発目のジャッジアイズ実況の動画になっているんじゃないかなと思います。八神探偵事務所で自撮りをするキムタクでございますが、今回はちょっとメインストーリーではなくサブストーリーの方をね、ちょっと進めていきたいなと思います。で、今ね、これメインストーリーの右上見てもらえば分かると思うんですが、第2章の、セーブデータを引っ張ってきました。で、なんで第2章を引っ張ってきたかっていうと、ちょっとね、このタイミングでしかできないやりたいミッションがあったんで、ちょっとそれをやっていこうかなと思います。はい、こちら下着泥棒を捕まえてくださいというミッションですね。これをやっていこうかなと思います。新年一発目にいきなり下着泥棒を捕まえるキムタクということでね、やっていきましょう。依頼内容、下着泥棒を捕まえてください。盗まれたのは妹のパンティーで、盗んだのは警察も捕まえられないほど凄腕の変態なんです。変態は妹のパンティーを気に入ってしまったようで、今後行為がエスカレートしないか心配です。 M サイドカフェにて妹と2人でお待ちしています。俺は黒髪短髪の美少年、かっこわら。妹は黒髪ロングです。かっこわら入れんなよ。ということでね、報酬5万円もらえみたいなんで、これやりましょう。はい。警察も捕まえられない凄腕の変態ってどういうこと？じゃあちょっと M サイドカフェ行きましょうか。これね、まあジャッジアイズやってる方で、このミッションどうやって発動するのって思っている方向けにお話をすると、さっきも言いましたが、これ2章なんですよね。2章の、脇調査後かなにちょうどサブパートが解放されると、サイドケースが解放されると思うんですけど、そのタイミングからもう八神探偵事務所で、依頼が受けれるみたいですね。ちょっとメインストーリーの方を普段は結構動画の中では進めてきてたんですが、めんどくさいな。俺はこれからパンティーを取りに行かなきゃいけないんだ。パンティーを、いや、パンティーを取りに行くわけではない。パンティーが好きな変態をつかめに行くんだ。こんなチンピラに構ってる暇はねえんだ。はい、オッケー。このタイミング、このセーブデータのタイミング、めっちゃ体力少ないな。ちょ、行きましょう。どこだ？ M サイドカフェって。M サイドカフェなんて行ったことないんだよな。ここか、M サイドカフェ。いらっしゃいませ。注文。じゃあせっかく来たから、ミルクティーでも飲んどきますか。ミルクティー。はい、ミルクティー飲みましょう。 OK。 ここで来るのかな。まだか。この後だな。ありがとうございました。ここにいるんじゃないの。あれ、いないな。あれ、あれか。いた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 。これっぽいな。見つけた。あの、来た。早乙女さんでしょうか。私、八神探偵事務所の八神という者です。ああ、八神さん来てくれたんですね。待ってました。どうも。俺は早乙女陽介と言います。こいつは妹の月乃です。月乃ちゃんね。よろしくお願いします。おー、まあまあ可愛いんじゃないの。いいんじゃないですか。よく似ているな。双子か。確かに似てるな。それでは早速ですが、ご依頼の内容を聞かせていただけますか。その前に八神さん、変態三重師ってご存知ですか。変態三重師何ですかそれ。最近カムロ町を騒がしている3人の変態ですよ。下着泥棒、痴漢、覗き魔、どいつもこいつもこれまでの変態とは桁違いのド変態ばかりらしいです。そんなやつがいるんですか。はい。そのうちの一人にパンティ教授と呼ばれる変態がいるそうです。パンティ教授ってなんだよパンティに対する異常な執着心からそう呼ばれているそうです。なるほどね。ここでまあサイドケースが動き出していくと。実は先日、妹の月乃がこのパンティ教授の被害に遭ってしまったんです。それはお気の毒に。だから八神さんには妹のパンティを盗んだ変態を捕まえてほしいんです。探偵さんお願いします。このままじゃ夜も眠れないんです。そりゃそうだよな。まずは具体的な被害状況について教えてくれますか。盗まれたのはベランダに干しておいた私のパンティです。それも同じデザインのものばかり盗まれるんです。そうやばいな。なるほど、パンティ教授と呼ばれるだけあってこだわりがあるようですね。ところで犯人の姿は見たんですが、犯人というかドローンがパンティを持ち去る。ドローンでパンティ持ち去れるの、すごいな。パンティ教授のやつ、下着を盗むのにドローンを使っているらしいんです。まあそれとも立派な下着泥棒でも、とは言ってもなかなか捕まえづらいよね。ちなみに警察に被害届出されたんでしょうか。もちろんです。ただなかなか尻尾をつかめないみたいで苦戦しているようです。ドローンが素早くて捕まえられないみたいです。捕まえるのに工夫が必要そうですね。さてどうしたものか。引き受けてもらえるんですよね。代金は5万円で依頼出してましたけど、まあパンティーを探して5万円ならね、まあ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 いいんじゃないですか。ですが学生さんなのに払えますか。そこは大丈夫ですか。心配無用です。でもどうやって捕まえますか。おびき出してみましょうか。パンティーを使って、なるほどね。ってことはパンティー教授の好みを知る必要がありますねと。
そう、つまり妹さんのパンティ妹さんのパンティの趣味を聞く必要があるわけだが、調査はダメだから聞くでしょ、そんな当たり前だ。では月野さん、あなたが普段履いているパンティの趣味を教えていただけますか。え、月野、八神さんに教えてあげるんだ。白なのか黒なのかハイレグなのか。お兄ちゃんもなかなかな変態じゃないか。詳細に言っていいか、これは調査のためだ。八神さんが変態だから聞いてるんじゃないんだぞ。お願いします。断じて個人的な趣味で聞いてるわけだ。あれ少女のパンティの趣味を聞くキムタク。その私のパンティの柄は、柄はレースのパンティです。色は赤か黒で、あとリボンが好きなので。ありがとう、詳細に教えてくれて。リボンの次、赤か黒のレースのパンティですね。ご協力ありがとうございます。もうマジ正月から何やってんだ俺、これ本当に。だからパンティ教授好みの下着を事務所屋上に干しておきましょう。その変態が鎌野町付近を縄張りにしているなら暴れるかもしれません。でも捕まえられますかね。相手はドローンです。逃げられちゃいませんか。逃げられても見つけられるように下着に GPS 発信機。あーすごい、なるほどね。 GPS 付きパンティね。では八神さん、よろしくお願いします。パンティ教授絶対に捕まえてください。かっこいいじゃん。パンティ教授捕まえるためのドヤ顔。さあ頑張りましょう。いや仕事だからね、これ。あくまで仕事ですから。ルマルシェでパンティを買ってくるか。パンティカニコヤ、ルマルシェってどこなの。とりあえず一回出よう。ここか、来たよルマルシェ。あ、ここあれだな、この先のストーリーで出てくる第あれ4章かな、4章で出てきたなんかまあ離婚調停みたいなミッションで出てきたとこですね。よし行きましょう。来たよ。いらっしゃいませ。あった、パンティ。パンティ1万円もすんのこのパンティ。いや嘘だろ、マジかよ、高すぎん。月野、はい、が普段履いているものと同じデザインのパンティ。月野ちゃんこんな高いものを履いてたんだね。こんな高くてちょっと卑猥なレースのスケスケパンティ履いてたんだね。オッケー、はい、お客様ギフト放送はいたしますか。結構です。結構です。すぐにですか。これキムタクがすぐ履くみたいになってんじゃん。変わったシーンは思っちゃうんですね。え、違いますよ、俺が履くんじゃない。まあシーンは人それぞれですから。いいよいいよ、はい、オッケー。こいつに小型の GPS 発信機を取り付けて事務所の屋上に干しておこう。サブイベント、事務所の屋上にパンティを仕掛ける。行きましょう。とりあえず八神探偵事務所に帰ろう。下がってきた、我がホーム八神探偵事務所。よいしょ。で、GPS 発信機、 GPS 発信機、あ、間違えた、 GPS 発信機はいいのか。とりあえず屋上に行けばいいのか。八神探偵事務所の屋上って初めてじゃない。よし、屋上へ向かおう。今まで八神探偵事務所何回も来てるけど、何回も来てるっていうかもうホームですけど、屋上に行ったことは多分一回もないな。来た。うん、この辺りかな。ちょうど干すものがあるんだね。来た。これ一個だけ、これ一個だけ干したのやばくない。とりあえず見張ってみるかと。これ一個だけ干してんのも怪しすぎるでしょう。串カツ村瀬。あ、ドローン来た。取られるのか。よしよし、食いついたぞ。取った、持ってったな。すごいな、器用だな。バッティングセンターにいるみたいだな。早速 GPS の発信源に向かってみよう。おいおい、バッティングセンターにいるやつがそんなことしてんのかよ。バッティングセンターってどこだっけ。バッティングセンター、これか、ここだな、バッティングセンター。よし、さあ来ました、バッティングセンターでございます。ここね、一回第1章の生放送でやってた時に来たんですよね。まあちょっとまたバッティングセンター会をいつかやります、ちゃんと。はい、オッケー。ということで行きましょう。どこにいんだろう。こいつじゃなさそうだな。こいつか。ん、バッティングセンター来たはいいものの、こっちもあるんだ。これか。ちょっといいかい。はい、何ですか。
俺は畑野っていうもんだ。スポーツ用品の開発をやってる。あれ違ったわ。ただのフレンドイベントだった。違った違った。矢上です。矢上さん。矢上さんってあれじゃないか。あいつ一緒じゃん。諸星先生と同じイントネーションじゃないか。せっかくいいもん持ってんのが道具もこだわった方がいい。いいスイングしてたとか言ってたけど、まだ何もしてないんだが。おい。うちが開発したバッティングローブ使ってみないか。おお。これはまあまあ。いいんじゃないですか。3000円でいいね。3000円払うのかい。バッティングローブ3000円、まあまあ買いましょう。まあぼちぼちでしょう。相場より安いんじゃない。はい、買ってあげましょう。なんかもらったバッティングローブ。オッケー。これはいいんだよ。こんな話はどうでもよくてこんな話はどうでもよくて、今パンティーの話なんだよ。パンティーの話。屋上か。いた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 。これじゃない。なんかこいつ怪しいぞ。なんか操作してるし。こいつだ。匂い嗅いでやがる。うーわ、力強く、そして野生的なこの香り。ふむ、これは汗の匂いですね。持ち主は筋肉質の OL でしょうか。そもそも新品じゃないのこのパンティ。おい誰です。私の研究を邪魔する者は。お前がパンティ教授か。いかにも私が変態三女子の一人、パンティ教授。認めるんかい。すぐ認めるんかい。あなたも一緒にいかがです。このかぐわしい香りを共に楽しみませんか。 お楽しみのとこ悪いが、それは俺が買ったパンティーだ。あんたを引っ掛けるための餌ってやつだよな。なんですと。こいつマジやべえな。そこまで言われてもやめないんだね、嗅ぐの。お、おい、おえこの匂いはギザマの朝かって。そういうこった。さあおまわりさんのところに行くぞ。そうはいきません。探求すべきパンティが私を待っているのですから。邪魔するならば死んでいただきましょう。これ戦うの。戦うんかいこいつと。こんなやつに負けるわけないだろう。ちこいつ銃を。えパンティかい。銃出すんじゃなくてパンティなのかい。カリスマモデル武田ありそちゃんのパンティでございます。うわやべえなこいつ。ガチの変態だ。なになになにこれ。え、こいつまさかめっちゃ強いパターンとかじゃないよね。パンティの力で。なんじゃこいつ、やばすぎる。パンティ教授戦いましょう。体力ないんだよな。でも今あんま、こいつ結構体力あるし。パンティ教授、おーおーやばい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 。だ、ふぅ、ちょっと危なかった。普通にパンティー強度そこそこ強かったんだが、オッケー、よかった。これでどうなる。バカな、パンティーの匂いをかけパワーアップした状態の私を破っただと。いやマジ普通に強かった。ほらおとなしくしろ。だが私が倒れても残りの選手が必ず貴様を倒すでしょう。地獄の底で待っていますよと。他の2人もまたミッション出てくるのかな。さて依頼人に報告に行くか。いやよかったね、とりあえず街の平和保たれたこれで。パンティ泥棒はいなくなった。というわけでパンティ教授は捕まりました。ご安心ください。おお矢上さんすごいっすね。まさかマジで捕まえちゃうなんて。ありがとうございます矢上さん。これで安心して眠れます。いいんだよ月乃ちゃん。あそうだ矢上さん、なんか月乃がお願いがあるそうですよ。ん？え？何ですか？え、何ですかって今、矢上さんのセリフか。ですね、その恥ずかしいんですが、どうぞ、遠慮せず言ってください。わ、私のパンティの趣味なんですが、忘れないですか。かわいいじゃないか、この月のチャーハン。ああ、そういうことですか。わかりました。努力します。忘れらんねえだろう。忘れられるわけないだろうが。月の俺以外の男の人にパンティなんて見られたことないもんな。ちょっとお兄ちゃん、矢上さんの前で。少女か。矢上さん、月の彼氏募集中なんで、今度はプライベートで月ののパンティ見て。なんてこと言うんだ、このお兄ちゃんもお兄ちゃんで。何言ってるんだよ。これ、月のちゃん、彼女候補とかになるのか、もしかして。あれ、そのまま終わり。変態三重しか、残りの2人も早く捕まるといいが。
オッケー、まあとりあえずこれでクリアでしたね。よかったよかった。ということで、まあ今回はメインストーリーじゃなくサブストーリー、サブパート、サイドケースの方ですね。変態下着泥棒パンティ教授を捕まえる回でございました。本当になんかね、これやって正月早々何やってんだろうと思ったんですけど、まあぜひちょっとこんなサブパートも面白かったと思っていただけた方は高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。今メインストーリーの方もですね、普段は進めておりまして、今第4章終了時点まで来ております。で、一応配信可能区域が第5章まで今現状はできる形になってますので、まあ多分次回以降かな、第5章進めていく感じになると思いますので、ぜひぜひね、メインストーリーの方もご覧いただければと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。何度も言うようになりますが、ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル、そして Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。